はい、皆さんこんにちは、あげおです。今回はクイーンステークスの最終予想となります。先週は中京記念で方面にしたエピファニーは2着、もう1頭の SO からったエルトンバローズも3着を確保してくれました。どちらも人気ではありましたが、しっかり高走馬を探すことができました。2024年上半期は重賞で本命にした馬で単勝回収率 152%、 昨年も回収率 109% でしたが、夏競馬も回収率 100% 超えを狙って頑張っていきたいと思います。それでは本題の方に入っていきましょう。クイーンステークスの好調競馬は画面の2頭です。詳細の調教解説や全頭の評価は別の動画で行っています。リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。というわけで、ここでクイーンステークスの本命を発表します。2024年クイーンステークスの本命は小金の空です。ここからは小金の空の詳細な推奨理由を説明していきます。小金の空はこの舞台を得意にしている可能性が高いです。まず母マイニヒメルの競馬場別のデータを見ると一目瞭然、札幌もしくは函館で走るというだけで副賞率 50%、回収率も非常に優秀な数値となっていました。洋芝が得意な馬だったのです。また父ゴールドシップも洋芝での競馬を得意にしていました。小金の空はこれまで東京、中山、新潟と走ってきましたが、ゴールドシップ3区のデータを見るとそれら3つよりも札幌、函館で副賞率を上げており、札幌では副賞回収率 100% を超えています。前々走のスイートピーステークスは東京で鮮やかな勝利をしましたが、本質的には札幌や函館などの洋芝、東京のスピード勝負というよりは洋芝でのパワー、スタミナ勝負が得意な血統です。天気予報を見ると日曜の明け方から雨が降る予報になっており、道割れという可能性もありそうですが、ゴールドシップ3区は道割れで副賞率を上げていました。先ほどの繰り返しのような内容にはなりますが、やはりゴールドシップ3区は洋馬場のスピード勝負よりも道割れのパワー、スタミナ勝負の方が得意なタイプなのでしょう。前走や前々走は両馬場の東京で頑張っていましたが、本質的には洋芝や道割れなどのタフな条件の方が合っている馬だと見ています。また今回騎乗する丹内騎手は51キロなので減量を長いスパンでやってきた、人馬ともにベストの状態でいけそうというコメントを残しており、この馬に乗るため早くから準備していたことがわかります。丹内ジョッキーの斤量別のデータを見ると、斤量51キロ以下に乗った場合の高走率は高くなっており、回収率も 100% を大きく超えていました。普段は51キロだと体重的に厳しい丹内ジョッキーが減量してまで乗りたい馬というのは、やはり高走が見込める馬というわけです。また、丹内ジョッキーは札幌、函館の芝では副賞率 20% 台、それ以外では副賞率 10% 台、単勝回収率を見ても分かりやすい差が出ていました。丹内ジョッキーは北海道出身ということもあってか、地元の北海道を得意にしているのです。ジョッキーのコメント通り、人馬ともにベストの状態、ベストな舞台でいけそうなこのコンビを本命にしたいと思います。最後まで見てくれた方へ限定でお知らせです。対抗以下の印や解明をブログにて公開中です。先週の中京記念は3番手、本命、対抗の決着で、馬連、ワイドを2つ、3連複の的中で、回収率は 300% 以上でした。リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。この動画をまとめた記事もブログの方で出していますので、改めて内容を確認したい方も、ぜひチェックしてみてください。というわけで、今回はこの辺で終わらせてもらいます。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。